サルマダーツから来ました、クリープハイプのコピーバンドのプリーズハイクと言います。まあ、あのバンド名を見てもらって分かる通り、あの韻を踏むごとに全振りしたあのバンド名になってましたね。あのもう全く多分見て何のバンドか分かんないと思います。昨日のペンギンラバーズとかで、ね、ちょっと要素残してたんですけど、プリーズハイクということで、はいということは、プリーズハイクということはなんか俳句を読まなきゃいけない気がしますね。おや、あれ、まあなんかね、この客席からお題とかはもらえないんで、なんか島さん、なんかください。外交祭五七五の五が埋まりますけど、俳句ですね。外語祭ダメだ、うだる気配してる。外語祭野外ステージ楽しいな。もう曲いきましょう。Thank you.
ューニングしてる間に、まあ、この版の発足の経緯みたいなのをちょっと喋ろうかなと思って。まあ、なんですかね、あの、前列にいる4人が、まあ、なんかテンション上がってたんですよ。なんでかわかんないですけどね。なんでかわかんないですけど、みんなめっちゃテンション高くて、安でやりたくねって言って、安で何やるっつって、全員の配分見て、まあ、ギター弾ける人がいて、ベースがいて、クリープよくねっつって。で、とりあえずこの4人が固まり、この隣のこの女性がですね、私はドラムの〇〇ちゃんと一緒に何とかやりたいっつって、その場で連絡して、ノリ出てきたバンドです。で、あの、まあ、ノリ出てきたがゆえに、ベースの西村さんは、あの、昨日まで楽譜を覚えていませんでした。なんか、次やる曲の楽譜を14枚ぐらい作って床に並べて、膝立ちで弾きながら、覚えらんねえっつって、昨日最後の練習では楽譜が3枚になってました。11枚は覚えたって。今日は0枚です。はい、というわけで、まあ、季節感はないですが、なんか終わりにふさわしい曲を、2曲やって、今日は終わりたいと思います。Yeah.
とうございました。おはようございます。雨が降らないように祈って楽しんでいきましょう。